Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。8月17日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。やっぱりね、またまたコロナがね、全国的にね、増えてきてますのでね、皆さんね、お気をつけください。王子もですね、チキンとマスクはしてますよ。滑り王子マスクマンでございます。はい、とにかく雨がとてもよく降るんですけれども、いつ止むんでしょう。もう毎日洗濯物困っちゃいます。味噌煮込みスキーと。もうコロナが、いろいろ、起きてますけども、その関係でですね、もうほとんど家に出てなくてですね、なぜかですね、昨日かな、飲みすぎて二日酔いになったダンサーズでございます。あらま、大変。はい、こんな三人がお届けします。今週のテーマは、チキン、チキン、チキン、鳥。今週のテーマはチキン、鳥です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、東海キヨワ株式会社執行役員国内物流部部長、石田さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋、熱田、トッペロン、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上、海上輸送一貫サポート、東海共和、沖縄の紅芋丸焼き、元部長、誠餅店、アートワークウェブサイト、FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。先週のブルーベリーのテーマでまだお読みできなかったメールを紹介します。はい、お願いします。お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。テーマブルーベリー。読谷村古源にあるビーガン系人気店自然犬のブルーベリーチーズケーキが最高です。チュロスも美味しい。沖縄にいらした時はぜひ一度ご賞味くださいということです。うん、いいですね、なんか気になりますね。ビーガン系っていうことはあれですかね、なんて言うんでしょう、その乳脂肪とかああいうものを使ってない植物派っていうかね、うんうん、ですよね。いいですね、はい、気になりますけどなかなかお邪魔できないですね。沖縄に。そうなんです ね, ね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、今週のテーマの、チキンでお送りいたします。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。プロ野球選手になったら登場曲はレッドテッペリンの移民の歌アレックスです。なかなか攻めますね。そうですね、なかなかですね。うん、これね、シブインブサー東岸の味噌汁もんは缶のポークもいいです。渋いウンブサーね。渋いウンブサー。渋いウンブサー。ウンブサー。発音合ってるかな。発音はちょっと名古屋弁かもしれないけど。はい。缶のポークもいいですが、
やっぱりぶつ切りのチキンですよね。冬瓜とチキンは相性抜群。合います、合います。夏バテの時はこれです。ということでございます。冬瓜美味しいですもんね。これがまた味噌汁に入る。味噌汁。マスクマン、冬瓜食べます？食べます。この辺は結構食べるんですね、名古屋も。そうですよね。ね、うん、そうなんですよね。昔から、ね、王子のおばあちゃんも作ってくれましたので、ずっと、食べてることが多いですね。ですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。名護島奈さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋の皆さん、こんばんは。鶏肉がテーマなんですね。全体的に鶏肉は好きです。どの部分が好きかというと、料理によります。名古屋なら手羽先。焼き鳥ならせせり、胸肉、軟骨、もも肉、どの部分も好きですね。あ、うちの孫が鶏肉が大好きで、毎日でも鶏、唐揚げ、焼き鳥とか食べますよ。私は鹿児島なので、やはり鶏刺しが好きですね。ささみよりももも刺しが好きです。皆様は手羽、唐揚げ、よく食べてるはずですね。それでは最後まで頑張ってくださいね、ということです。ありがとうございます。いやー、最近ね、手羽先食べてない。食べてないよね。ねえ、なかなかテイクアウトってしないですよね。あのね、やっぱりこう、なんていうの、揚げたてとか出来たてが食べたいですからね。そう、生ビールと一緒にいただくのがいいんですけど、今は我慢ですね。うん。その、重さしってありますよね。ああ、そうそうそう。はい、重さしって、王子わからないんですけど。鶏の刺身ですけど、ももを、ももですか？ももも、はい、うん、もも刺し、うんとね、ももね、もも刺しね、はい。うん。え、なんだと思った？おもさしだと思った。あ、ごめんなさい、滑舌悪かったね。もも刺しです。あ、もも刺しですね。うん、ね、それ美味しそう。たたきみたいにして食べるあれですね。うん、うん、そうですよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。滑り界のプリンス、マスク王子。だよね。よくわかってらっしゃる。ダンサーズさん、ミスニコミスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーデーゴーデーシャッパー、ここ数日、雨の日が続く埼玉。肌寒くて、鳥肌が。あ、テーマのチキン、鳥。お上手。お上手。気象時の朝食といえば、パンにジミーのチキンを挟んでから食べます。チキンを、チキンはチキンときれいに食べます。あら、あら。ちょっと今日はオープニングかぶったの分かった？誰も気づいてない？いやいやいや、うまくいったような気がしたけど。反応しなかったから、王子もすぐしましたけど。うまく上手にいったと思ったんだけど、うん、ゴーさんのやつパクったね。っていうことがよく分かりましたよ、王子。バレたか。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、いきますね。はい。品場もろともです。ありがとうございます。ラジオネームです。テーマを考えてくださったんですよ。もろともさん、はい。はい。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、王子さん、こんばんは。こんばんは。愛知県民のお三方には抹殺される覚悟でお便り申し上げます。はい。はい。私、チキン大好きなんですが、はい、どうしても苦手なのが、手羽先。うん、細かく言うと、苦手というより、綺麗に食べられないんですね。はい。はい。個人的に、先端部分は持ち手だと思っていて、はい、当然そこは残すし、うん、根元のあたりも、なんでかうまく食べれなくて、バチが当たるような残骸が残るんです、うん。クリスマスに食べるようなレッグも同様ですね。持ち手は持ち手。昔からおかんにも嫁にも怒られ、うん、今では娘にも怒られ、ほんまに手羽先とレッグは苦手です。まああれもね、まあコツがありますけどね。ね、ありますけど。まあ、もろともさんまたね、お会いしたときに、食べ方お教えしますので、ね。はい。3秒で食べれます。そうだね。一人足取りね。そうだね。はい、3秒で食べれる方法あります。ね、そうか、はい、あれ持ち手にされちゃったか。あそこも美味しいんですけどね。肉は少ないけど。そうだね。はい。ありがとうございます。カープボーイさんが、はい、鶏肉がテーマだったら、宜野湾小学校近くのコケコッコーが好き、コケコッコー屋が好きだったな。明日は何回かしか食べて、ん？何回かしか食べてないけど、若い時はたまに行ってたけど、駐車場が少ないのが、
ネックなんだよな。路中しないと買えなかったということです。あ、そんな人気店なんですね。うん、気になるな。なんかみんないろいろ気になる情報を教えてくれるんですけど、なかなか沖縄にお邪魔できないっていうこの辛さですね。ありがとうございました。では、CM の後はゲストコーナーです。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日はスポンサーさんであります東海共和株式会社執行役員国内物流部部長石田明さんです。こんばんは。あ、こんばんは。どうもご無沙汰しております。こちらこそ。前回3月だったんですよね。そうですね、3月しまして。3月ですね。はい。5ヶ月ぶりぐらいですかね。そうですね。よろしく今日はお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。まあ、ちょっと、まあ、最初、ちょっとお電話でも話してたんですけど、ちょっとまあ、コロナがですね、まあ、増えてきたとは言いつつもですね、まあ、物流関係も、その関係で増えてるのかなというふうにも思ってたんですけども、実際のところどうなんですかね。はい、なかなかやっぱり私ども物流業じゃないですか、はい、ね、ご紹介いただいた通り。ええ。やっぱり、特に沖縄のね、方、一番ご苦労に真似されてみえる、まあ、日本の中でも、感染者の方もね、多くなってて、はい、本当に皆さんご苦労されてるのはよくね、心痛いところもあるんですけど、はい、やっぱりそれに伴って、やっぱり観光関係もね、やっぱり緊急事態宣言も出てる中で、はい、物流自体もやっぱりちょっと影響が大きく出てて、やっぱり衣食住すべてっていうんですかね、荷物の動きが悪くなってるのが事実ですね。はい。はい。いや、まあ、そうは言ってもですね、まあ、物が動かないと、
ですね。何も、経済成り立たないというのもあるものですから。そうですよね。です。だから本当に微力ではあるんですけどね、お客様の大切な荷物、まあ本当にコマーシャルみたいになっちゃうんですけど、うん、ご用命があればね、どんどん運ばさせていただくんですけど、はい。やっぱりそのね、ところが、ちょっとね、PR もなかなか、ちょっと心苦しいね、時期にも入っちゃったかなっていう感がちょっとずっとあってですね。はい。なかなかその辺が頭が痛いところであります。そうですね。まあ、まあ、こういったような状況ではありますけども、まあ、ただ今日の、まあ、ちょっとテーマではないんですけども、こういったものが動くということが、ものがね、運ばれる。まあ、飛び立つような形で、鳥というような形で、テーマをさせていただいたんですけども、まあ、鳥というと、名古屋の場合ですと手羽先なんですけども、石田さんの手羽先の方お好きですか？よくこので食べるんですけど、やっぱり個人的には、はい、まあ、ポピュラーな、唐揚げがやっぱり一番ね、好きですし、はい、まあ、あと、これも、ね、全国的というか、世界的というか、ケンタッキー。ああ、はい。はい、まあ、ただ、年があるもんですからね、はい、二つぐらいがいっぱいいっぱいかな、みたいな。若い人はもう少し食べれたんですけどね。ツーピースっていうんですか。はい、そのぐらいで十分な、はい、年になっちゃいましたね。実はですね、このケンタッキーフライドチキンなんですけども、はい。日本全国で消費量が多いのは沖縄県なんですね。ですよね。前、某ね、番組なんかでもよくね、はい、ご飯の、なんていうんですか、おかずっていうんですか、ね。はい。それで召し上がってることもね、お聞きしたりもしたことがあって、なかなかイメージって、私どもでどうしてもそういうのはもう、フライドチキンを食べるっていうだけのイメージだったんですけど、はい、おかずになるんだとか思いながらね、拝見したこともあったんですけど。そうみたいですね。おかずで、家族囲んで、ね、召し上がられるっていうことで、はい、聞いておりますけども、はい、そんなですね、まあ、隣の今いるものがですね、実はちょっと、石田さんの方にお話ししたいということで。はい。こんばんは、お久しぶりです。マスクマンでございます。ああ、マスクマン、ご無沙汰してます。お久しぶりで、お元気そうで。私ずっと元気でおりますので。コロナワクチン接種をしてもですね、副反応が全然出ないと言われてますのでね。元気もりもりなんです。あ、ですか。石田さんね、ちょっとお聞きしたいんですけども、やっぱり海外からの船舶もやっぱり減ってるんですかね。私なんかの、こう建築材料ですね。なんかもですね、中国からの、荷物が全然届かない状態なんですね。で、やっぱり船はあるんだけども、コンテナが積めない、向こうの従業員さんがコロナになってですね、なかなか仕事ができないというような状況であるよと、教えてもらったんですけども、やっぱりその、はい、世界各国、いろんな国からのその、輸送便も減ってるんですかね。これはですね、まあ、どちらかというと、日本国内よりも、まあ、海外の方って、まあ、一時もう1年ぐらい前ですか、まあ、コロナが徐々に、ね、広がっていたときに、はい、やっぱり輸出の方が、やっぱり先に、ちょっと、止まったというか、そういうイメージはあったんですけど、はい、比較的輸入が回復しているのは早かったようなイメージがあるんですね。あ、そうですか。しかしながら今度、はい、輸出の方がなかなか、遅れではあったんですけど、今度輸出が一気に戻った時に、よくある、コンテナってあるじゃないですか。はい、物を入れる容器ですよね。はい、今、マスクさん、マスクマンさんがおっしゃった、はい、容器不足が、ちょっとまだ続いてて、はい、なかなか国内、日本からも輸出がちょっと、不足気味であったり、で、今、おっしゃった、マスクマンさんが言われる、海外からの、まあ、輸入が滞ってたりすることもあるんですけど、特に建材系って、まあ、お仕事からよくお見受けされると思うんですけど、よく、ウッドショックっていうんですか、そうですね、やっぱり木材がですね、はい、建材がなかなか手に入りにくい、今、市況になってるみたいなんで、はい、結構港湾の、名古屋港の関係もしっかり、全国だと思うんですけど、はい、結構輸入材のね、仕入れなんかにも結構影響が出てる。そのコンテナ不足以上に、物がない、建材がないっていうのが結構尾を引いてるようなことも伺ったりもするんですけど。そうですね。オリンピック前はですね、やっぱりこういうニュースなんかでもですね、ウッドショックを取り上げてもらったんですけども、やっぱり、はい、オリンピックでね、かき消されてしまいましてね、もうこれ本当に全国的にそういう財がないものですから、もうこうなるとですね、日本政府の方からね、
お声掛けをしていただかないとなかなかね、海外からの材料もね、入ってこなくなってますので、ちょっとね、大変な時期でございます。やっぱりね、はい、そうですよね。お客さんなんかにも伺うんですけど、やっぱり例えばね、住宅とかの部分も、ね、まあ、建材、木材があって、壁材があって、タイルとか床材があるんですけど、やっぱりそういった中でも一つのね、材料をかけちゃうと、うちが行くできないとか、ね、工期が遅れちゃったりするっていうのがね、はい、今、目の当たりに、なかなか今コロナで、ね、言われた通り、あまり表立っては、見えてこない、聞いてこない部分もあるんですけど、まあ、実際には業者さんの方がだいぶ苦労されてみるっていうことはね、よく業界的にお聞きしたりするんですよね。そうですね。これはもう、愛知県だけではなくして、全国的なお話なもんですから、なかなかいろんなところにね、声をかけてもですね、材料がなかなか手に入らないっていうのが現状でございますね。ああ、やっぱそうですよね。はい、私ども魅力では本当にあるんですけどね、お荷物、物さえあればですね、まあ今日のテーマじゃないけど、チキンと、キチンとか、箱を渡していただきますので、またよろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。はい。石田さん、ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。あ、どうも、ご無沙汰です。ご無沙汰しております。沖縄県の方の物流も強いんですけれども、離島の方も、あれですかね、石垣島ですとか、宮古島とか、そういった方面も、物流はいかがなんでしょうか。おかげさまでですね、はい、そういった、まあ、パートナーも全部、現地サイドにも見えたりするもんですから、ええ、沖縄だけでなく、本島だけでなく、離島、はい、先島関係も、すべて、うちの物流が網羅できてますので、ああ、なるほど。本当にいつも、こういうね、はい、セールスばかりなんで申し訳ないんですけど、ぜひまたね、ご用命いただければと思いますので、はい、ちょっと、木村さんの、FM ギノワさんの電波を借りて、PR させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。やはりですね、この本島の建築関係の方がですね、やはり石垣島の方でお仕事をするときにですね、はい、やはり重機を運んだりですとか、その建築とか建設資材を運んだりするっていうことをお聞きしましたので、やはりそういったお仕事も受け負ってられるんでしょうかね。おっしゃる通りそうですよね。はい、荷物だけではなくて、そういう、工事の機械。やっぱりこれ、プロの方使われるのって、普段から使ってみるものを直接自分たちも現地で使いたいというご要望もあったりすると、なるほど。おっしゃる通り、そういった重機関係とか、普段使ってみる機材、道具をすべて、私も使って船で運んでいただいたりとかして、現地に持ってかれるというパターンもございますよね。はい。やはり離島の方、先島の方にも強いということで、ぜひぜひ、そういったね、ニーズがありましたら、ね、お気軽にということでお願いしたいですね。また、ホームページ、はい、参照にしていただいて、検索していただいて、はい。お問い合わせいただければと思います。はい。ぜひですね、もしこういったお荷物のこと、一度ご相談という形でも結構でございますので、東海共和さんのお電話番号では申し上げます。052-389-7817。こちらの方までぜひご連絡いただければと思います。すいません。毎回 PR いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。すべて私ども、私が言いたいことを言っていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、お時間となりました。今夜のゲスト、東海共和株式会社、執行役員、国内物流部部長、石田明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。キユナ名古屋。はい、ではメールの方に戻りますね。はい、はい、お願いします。キユナ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古文いかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、チキン。食材としてお肉をチョイスするとしたら、牛肉、豚肉、鶏肉の中では、鶏肉の方が比較的リーズナブルですよね。だから我が家では鶏肉を使う頻度が高いです。でも油で揚げる料理は片付けが面倒なので、お店のお惣菜で骨なしチキン買っちゃいますね。
お昼のお弁当を購入するような時も、揚げ物メインのおかずに目がいっちゃいますが、チキンの方が値段の割に量が多いので、つい買ってしまいますね。そういう中、チキンでテンションが上がるのは、やはりケンタッキーフライドチキンですかね。なるほど、うん。皆さんのお話が楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりケンタッキーですね。そうなんだよね。ですよね、うん。おかずになるんですよね。はい。うん、はい。あのね、はい、どうぞ。はい。ですね、今ね、なんか言おうかなと思ったけどね、うん、ダンサーズが、うっていう今一言でね、はい、全部忘れました。そういう時あるよね。ちょっと、はい、っと忘れるには早いよ。はい。はい、じゃあ、いつ紹介してくださいよ。はい。はい。シュープリーム、ダガヤ。ダガヤ？ダガヤってきたよ。ダンサーズさん、ミソさん、オーイさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。テーマチキン。はい。チキンやるよとは私のことです。あらまあ。採血の最中に、血を見て失神して、処置室に運ばれて、寝かされていたのは私です。あら。やだやだ。そのチキンではない。あ、ケンタッキーフライドチキンの食べ放題に行ったみたいですね。食べ放題あるのかな？なんかやってましたね、それ。ね、限定でですね、日にちが決まってるんですね。うん。たまにしかないけど。そして、滴るほどメープルシロップをかけたビスケットを死ぬほど食べたいですね。ちなみに王子は、ケンタッキーフライドチキンのことを略すときに、何と言いますか？もしかして、タッキー？そりゃ翼でしょ。あれ、なんて言うの？ケンタって言う？いや、ケンチキって言います。いや、ケンチキか。僕はケンチキって言う。王子、ケンタッキーですよ。あ、略さないんだ。略さないです。マクドナルドは略すのに？そうですね。マックですね。ケンチキって。マクドです。いや、そうそう。じゃあ、ケンタッキーはケンチキなんだね。ケンチキってます。ケンタとは言わないんだ。ケンタとは言わない。ケンチキなんかな、やっぱり。うん、なるほど。うん。KFC っていう人もいますよ、やっぱり。あ、はい。なんか逆に長い気がするけどね。うん、なんかその、なんと頭文字の通りで言う人もいますよね。うん、はい、じゃあエンディングです。あれ、大河さんがケンチキ初めて聞きましたって。はい、じゃあエンディングです。はい、はい。来週のテーマは宿題。宿題。宿題。ほんほんほん。来週のテーマは宿題です。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き元部長誠餅店陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中名古屋熱田トッペロン名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓高級木材のご用名は名古屋中川名木個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。今週もありがとうございます。ありがとうございました。ツイキャスもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、大子さんですね。こちらでは初めまして。こちらでは初めまして。なちこさんもありがとうございます。埼玉の郷さんありがとうございます。カープボーイさん。ゆぴさん。ゆぴさんもね。さんあ、こちらで初めまして。初めまして。ありがとうございます。ありがとうございます。カープボーイさんもありがとうございます。ギネスさんもありがとうございます。はい。ふーたーん。ガラガラ。はい。どうぞ。今週もね、はい、お聞きいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかツイキャスが読めなくて、すいません。申し訳ございません。葛飾のちんさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。R&K のパパさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、たくさん、いただいて、うん、本当に嬉しいですけど。ありがとうございます。ねえ。はい。あ、なちこさん、ご提案いただいたやつは、そうそう。一応予定では再来週になりそうです。はい。なちこさんもテーマありがとうございます。ありがとうございます。来週も聞いてね。